ライオアトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小焼きです。アンバサダーのトエです。僕たち漫画アニメ大好きじゃないですか。大好きです。どんなシーンが好きですか。やっぱりあれじゃないですか。クククク、あいつは四天王の中でも最弱。それはもう幽遊白書ですか。どこよ。まあね、僕たちの好きな漫画って大概、まあ、バトル漫画も多いんですけども、うんうん、どうしてもキャラクターが死ぬことってあるじゃないですか。ありますね。死ぬタイミングって相手と戦って死ぬことばかりじゃなく、時には主人公を発奮させるためとか、物語にちょっと、まあ、盛り上げる要素の一つとして処刑されちゃうシーンとかもあると思うよね。ありますね。代表的なものって何ですか。それはやっぱりあれでしょう、うん、俺の財宝か、うん、ウシケルクリティエル先生のロジャーさんでしょ。そう、まあワンピースで言ったら、はい、ロジャーが最初にその処刑をザンっていうところで大航海時代が始まって、そうそうそう、ルフィたちがこう海に出るきっかけとなってるわけなんだけども、そうそうそう、やっぱりそういう処刑のシーンっていうのはどうしても必要なんだろうな。はい。他にどんなんあります。他にですか、はい、それはやっぱりあれでしょう、愛してくれてありがとう、エースでしょう。処刑とはちょっと違うんかもしれないけどね。まあそうやって、まあ、処刑死刑っていうものは、まあ、賛否はあると思うんですけども、はい、不思議な都市伝説があるんで今日は紹介したいなっていうふうに思ってます。不思議な都市伝説。そう、そもそも死刑執行された後に生き返れるって思う、はい、いやいや無理よ。さっき言ったロジャーなんかは、うん、俺は死なねえぜ相棒って最後レイディたちに言って去っていったんで、もしかしたらワンチャン生きてるかもとか、まあ生き返ったのかもとかっていう風に言われやすいじゃないですか。ちょっと本編に行く前にこの作品も紹介したいんだけど、はい、イノさんっていう漫画知ってる？いやちょっと存じ上げない。フランス革命の頃に実際にいた処刑人が主人公なんだよね。へえ。そういった変わった作品もあるんだよね、はいはい、作品では首を切り落とす死刑斬首がまあ行われるんだけど、人の首って切り落とすのって結構大変らしくって、へ、処刑人の腕が悪いと何度も切りつけなきゃいけないんだって。最悪やな。それってちょっと想像するとめちゃくちゃ怖いやんか。で、またワンピースの話に戻るんやけど、まあ、ルフィが処刑されそうになって、その時ってたまたまやけど雷が落ちて、まあ、処刑失敗になったよね。まあね、まあ、あれもまあ処刑から生き返ったと、まあ、言えるのではないかと。なるほど。じゃあ現実世界だったら失敗することあんの？気になったんでそれも調べてみたんで一緒に発表しようかと思います。ある？現実で実際に起こった漫画みたいな処刑人のお話をしますよ。はい。まずはこちら。前代未聞の時代に国がパニック。明治の初めの頃、日本で実際に起きた話です。当時赤鉄剣という今の愛媛県で一揆が起こり、一人の男が放火した罪で死刑になりました、はい、死刑の方法は現在と同じように絞首刑、まあ、いわゆる首吊りね。そうですね。輪っかの反対側に75キロの重りをつけて落とす方法が取られてたんだって、はいはいはい、なるほど、はい、そうすると縄によって首が締まりっていう、まあ、仕組み、はいはい、男の死刑は行われ、遺体は親戚の人間が引き取ることになりました。ほうほう。葬式を行うため運んでいた途中、棺桶の中からうめき声が。慌てて棺桶の蓋を開けると、確かに死んだはずの男が生き返っていた。記録にちゃんと残ってることなんで、すごっ、ね、もちろん死刑後は医師など専門の担当者がちゃんと死んだことを確認。え、すごくないですか。霊界の力で蘇ったかな。今僕の原稿ちらっと見た、誘惑の話するってから犯人がすんのやめてくれるからな。そう、まあ浦西祐介もしっかり死んでるんだけど、そうそう、まあ、霊界探偵になることを条件に、まあ、蘇った意思が、まあ、ありますんで、後にそれは霊界側がね後悔するんですけどね、我々霊界は魔族の手助けをしてしまったのかっていうような感じで。あんたほんと詳しいよね。そんな、まあ、生き返った人どうなんのって一応気になるじゃん。いやそうね。そう、そもそもそれまでの囚人が生き返ったことはまあなかったわけですよ。まあそれはね、そう、江戸時代の頃は斬首や貼り付けなど体に致命傷を負わせるものだったから、まあ、生き返ることなんて、まあ、まずありえないんでね。なるほどね。そう、この報告を受け取った当時の役所にも判断に困って、政府の最高機関に相談。生き返った死刑囚の扱いをどうするかで大混乱。その後国がようやく回答したのは1年後、内容は釈放。はい、理由は死刑は行われたのだからもう一度する理由はない。まあ確かに。これはフランス革命時に死刑になった人が生き返った際釈放された事例があったことを参考にしたらしいです。ん、はい、じゃあその検視した人どうなの、罰せられるのってちょっと思うかもしれないですけど、職員たちも検視はきちんとまあ行われていたということで特に処罰もない。へえ。その代わり法律で確実に死刑を行うために人を吊るしておく時間が伸びたそうなんだよね。なるほどね、はい、ちなみに生き返った男はその後26年間ちゃんと生きているか。結構元気に生きましたね。すごいよな。いやマジで一回死んでるわけだからねこれね。すごいね。そう、他にも失敗した事例って実はあって、まあ、さっきの釈放になって終わってんけど、まあ、悲惨な失敗でもあるんでね。
死刑が下手すぎる。下手とか上手いとかあるんですか、処刑って。あるんです。アメリカオハイオ州では薬による死刑をまあ行っているんだよね。ほう。ある日一人の死刑囚の死刑を行うために投薬するのに、うん、まあ、点滴のような針をまあ刺すんだけども、うん、どうしてもうまくいかず。俺はそういう感じ。おるやろ。俺もめっちゃおんねんそれ。おる。めっちゃ上手い人は一瞬で血とか取るやんか。もうかかなって思うぐらい取るやんか。でも下手な人は、あ、見えないですね、この辺かなと言いながら刺しおるやん。不安に刺すのやめてみたいな。わかるわ。そう、18回連続で失敗されたんやって。痛いって死ぬねんけどな。この失敗について、うん、執行する側の不手際なのか、うん、薬物が合わなかったのか、まあ、本当の理由は明らかにはされてないんですって。はいはい。結果としてその日は死刑は中止。ほう。現在では死刑に使う薬が手配できないという理由で2022年3月まで刑期が決定しているということで。我まだ生きとるんか。そう、薬を入れるのは医者でプロのはずなんだけど、また別の死刑囚の死刑を行おうとすると、うん、針を刺すのに2時間かかってしまった。なんでこの死刑囚は途中トイレ休憩が行われる時代になったという、ね、死刑にトイレ休憩って何。これも同じオハイオ州の出来事なんですって。実は薬による死刑の場合って血管の静脈に入れるため体型が大きく影響するらしくって、はい、でそのため失敗してしまった大きな要因っていうのは針を刺す血管がうまく見つけられなかったって。特に2人目のトイレ休憩した死刑囚は120キロあったそうで、うん、体が大きかったことも原因の一つというふうに言われてるそうですね。なるほどね、はい、でね、薬による死刑ってちょっと一つ問題があって、はい、効果が出るまで時間がかかんねんって。じゃあ18回やってる間めっちゃ待ったんやろうね。今回は出るかなみたいな。今回はいけるかな。笑顔ではないやろ。なるほど、確かに。別の州の事例では、うん、33分間もだい苦しみ、私はここで切り刻まれた、ものすごい痛さだ、こんなの処刑じゃない、殺人だ、悲鳴のような言葉を残してまあ亡くなったりしていると。結構えぐい死刑方法なんかな。なるほど、うん、そしてアメリカでは薬以外の方法で死刑を行っているところもあって、ほう、その失敗もかなり悲惨というかえぐい失敗があります。執行中にまさかの事故。どういうこと、どういうこと。はい、これは40年くらい前のアメリカネブラスカ州で電気椅子による死刑が行われた。あ、よく聞く、こういうやつや。そう、僕らの大好きなね、プリズンブレイクの敏感バローズをやってたー。電気椅子の死刑ってどんなものかってあんま想像できないよね。いや、うん、かかる時間って大体3分なんだって。始めた途中、そして最後の数秒間は2000ボルト、それ以外は500ボルトくらいまで電圧を下げるらしい。え、じゃあ10万ボルトってやばいやん。だからもうサトシとかすごいね。大体2000ボルトは静電気で少し痛みを感じる程度なんだけど、体温は8度近くなんだって。はい、さらに脳の温度は100度近くまで上がって死に至る仕組みなんだって。すぐに感覚がなくなるため苦痛はないと言われている死刑なんだけど、足に取り付けられた電極が突然発火、立て続けに顔につけた電極からも発火、一度目では死刑囚は死なず心臓は動いたまま、その後体の焼け焦げた匂いや煙が部屋中に充満する中、死刑はそのまま続行、それから14分後に亡くなったそうです。ということで、なんでこれ失敗かと言えると、この当時担当職員が機械をちゃんと整備していなかったことが後になって判明。ちゃんとしよう。結果当初の時間3分って今言ってたけど、実際その3倍以上か。まあ、失敗とはいえね、最終的にはまあ亡くなっているわけなんですけども、味合わなくていい苦痛を受けて亡くなってしまっているということは確かですよね。いや、かわいそうです ね。電気椅子での死刑はアメリカの一部の州では今でもまあ行われているわけなんですけども、残酷だとして廃止することがちょっと増えてきたそうなんですね。また州によっては薬か電気椅子が選べるみたいな。選びたくない二択ですね。でもやっちゃったから、いろいろそれまでにね。まあまあ確かにね。東薬どっちですか、選ぶとしたら。まあ電気椅子じゃないですか。なんで？33分と14分どっちがいいかって話じゃないですか、苦しむ時間。あ、なるほどなるほど。日本だと今のところ公主刑のみというふうにされていますよね。なんかボタンを押すんですよね、みんなで一緒に。みんなで一緒にって、そんな元気よくゲームやってるみたいな。いやスマブロやってるみたいな。いやいや、これほんまやから。じゃあ分かるよ。そうその自分に罪の意識を背負わさないために、誰がのやボタンが効果があったか分かんないするために同時にやるんだよね、あれね。そうっすよね。急に静かになってどうした。いやいや、タイミング押し間違えんのかなと思って。せーのって言ったらやろうぜって言って押してみたいな。そうあるある、そういうやつね。ちょっと早く落ちて今落ちたなみたいなやったら分かっちゃうけど。あのすごい、いやいや、ちょっとでまあ日本の場合生存率 0%。 すごいね、やっぱ日本、はい。首を吊ってから大体10分間で確実に人間は死んでしまうらしいんだけども。結構耐えれんねんな。そう。でもね、執行後30分間は日本の場合放置すんねんで、だから確実に亡くなるようにしてるということですね。なるほどね。はい。といっても、もしかしたらもう数%確率で生きてる可能性もまあ捨てきれない。
じゃん。じゃあ万が一の場合生きてたらどうするかっていうことはちゃんと定義されてます。はい、一般に受刑者が死亡した場合には刑の執行権が消滅し、刑の執行が不能になると解されていますので、事実上死亡の時点で刑は終了しています。その後刑の執行に関する事務手続きは検察署において特にありませんということなんだよね。家庭の話には答えられないよっていう、まあ、断りをまあ入れてるんですけども、この記事を読む限り昔のように失敗したから釈放ですっていうことはなさそうな感じ。なるほどね。うん、そうだね。だけどちょっとここで見方を変えてみると、現在まで失敗はないということは死刑後に帰ってきた人がいないとまあ言い換えることもできる。でまあ、なんでこんなことを言い出したかと言いますと、実は失敗した例があるんじゃないかっていう話があるんだよね。縄が切れて失敗したため医者が注射を打って執行したとか、ちゃんと首が締まらなかった死刑囚を柔道の締め技でとどめを刺したとか、まあ、そういうこともあるらしいというふうに都市伝説業界で言われています。これ使えるかわからないんだけどさ、なんて宙受けたやん、講習できひんのちゃん。ね、本日の鳥肌スコアは真面目に言い出すよ。1919フランス革命とかそんな感じやな。それでは本日の鳥肌ポイントはバスティーユ韓国。何バスティーユ韓国あるんすよ。なんでバスティーユ韓国ちょっともう一個最後言っていいですか、はい、ちなみにね、はい、まあ、冒頭でまあちょっとワンピースについて触れたからちょっと話したかったんやけど、はい、実は今の日本でも海賊は死刑の対象になるって知ってた？ちゃんと法律に書いてあるね、これ。へえ、海賊の名前に気をつけてくださいね。俺は海賊王になる。俺は海賊王。海賊王に俺はなるですよ。これよくある間違いなんだね。皆さん気をつけてください。急に気づいて訂正しやすい。このウマメの森のこの祠、森の神様を祀ってあると。でセレビもなんか森の神様的なポケモンだと、うん、ということはここで、ね、何かしたらいいんじゃないかみたいな。なるほどな。このシェンロンを倒さないとお前に勝ち目はないっていう技をなってしまって、いきなり竜がシェンロンとかいう知らんキャラ言い出したぞみたいな。ところがこのビッグフットを見たっていうのは、まあ、約10年間でたった数名って言われてるんですよ。へー。